今日は、サスケのぼっち部屋を紹介するぞ。なんか、機械だらけの部屋なのね。アレクサ上では、ガレージと呼んでいるがな。この部屋の広さは、どれぐらいなの？多分、5.5 畳、くらいかな。まず、これが1号機だ。デルの、ゲームブランドのパソコンだ。LED が、光ってるのね。LED は、このソフトで色を変えれるのだ。それって、性能と関係あるの？はっきり言って、ないな。スペックはこんな感じだ。6年前に購入したパソコンだが、当時、20万円以上したな。当時は、ハイスペックだったのね。OS は、Windows 11 Pro にしている。古いパソコンなのに、よく、インストールできたわね。警告は出ているが、大丈夫だ。CPU が、第7世代なので、出ているだけだ。本当に、大丈夫なのかな？次は、2号機だ。今年の正月に、サイコムというショップで、BTO したパソコンだ。これは、普通の、自作パソコンに見えるわね。まあ、そうだな。組み立てを、ショップでしてもらった、感じだからな。トラブル心配が、少ないから、いいわね。これが、2号機のスペックだ。グラボは少々しょぼいがな。OS はね1号機と同じだ。正式に、Windows 11、対応なのね。まったく、問題なしだ。そのために、買ったんだからな。では、ベンチマークをしてみよう。みんな大好き、シネベンチ、R23。まず、1号機から、マルチとシングルを、1回ずつやってみよう。これが、結果だ。マルチが、5357、シングルは、1112。これは、2号機の結果だ。マルチが、12,299、シングルは、1675。こんなに、差があるの。びっくりだわ。そうだ、2号機の方が、Core i5 で格下なのにな。5世代の差は、すごいわ。Core i7 や Core i9 なら、どうなるんだろう。続いて、ゲーム系ベンチの、これも、みんな大好き。ファイナルファンタジー14ベンチマークをやってみよう。あ、私、これ好きなの。見ているだけで楽しいもの。悪いが、早送りするぞ。そんな、普通に、見たい。まあ、私は、これは、あまりやりたくなかったのだが、見たかったら、自分のパソで、やってくれ。私、このシーン、好きなのよね。みんなで、戦っている姿が。
1号機の結果だ。標準品質のテストだと、非常に快適になるのだが。でも、遊ぶなら、十分よね。まあ、そうだな。これが、2号機の結果だ。ほとんど、変わらん。どうしてなの？やっぱり、グラボがしょぼいからかな。ゲームはグラボ次第ということだな。そのうち、買い替えるかな。また、お金使うんだ。話を変えて、モニターの話にしよう。左が、メインモニターの MSI 製、34インチ、合計対応モニターだ。合計、って、何？ 4K の横を、さらに、広げた、ウルトラワイドモニターだな。右のは、エイサーの28インチ 4K モニターだ。なんで、2台も。見れば、わかるだろう。メインモニターの横の広さを。これで、作業効率は、格段に上がるのだ。どんだけ、作業があるのよ。見ろよ。この動画編集ソフトの、タイムラインの長さを。まさに、クリエイター用の、モニターだな。いつから、クリエイターになったわけ？よく、言うわね。で、右側のモニターは、何用なの？サブモニターとして、YouTube 見たり、ネット見たり、してるな。右のモニターは、エルゴトロンの、モニターアームつけてるから、自由自在に動かせるんだ。何のために？この部屋の、主のベッドがあるからな。もう、何も、聞きたくない。まあ、そう言うな。最後は、これだ。右にあるのは、便球の32インチ 4K モニターだ。4K 対応、Android チューナーをつけてるから、テレビも、YouTube も見れるのだ。はあ、リモートワークって言って、仕事してないだろ。上司に、言いつけてやる。許してー。